テレ東。テレビ東京官邸キャップの篠原博明です。私は今、安倍総理大臣の中東歴訪外遊に同行しまして、最後の訪問国オマーンに来ています。今回安倍総理は、3カ国を訪問しました。サウジアラビア、そしてアラブ首長国連邦 UAE とも言いますけれども、そして最後こちらオマーンに来ています。で、実は今このオマーンなんですが、国が大変特別な事態に至っているんです。というのも、先週50年国王を務めたカーブス国王が崩御、亡くなられたということなんです。それでこの国全体がですね、弔意を示しているという状況で、私も先ほどショッピングモールに買い物に行ったんですが、ほとんどのお店がシャッターを下ろしている、そういう状況でした。また空港から我々記者がですね、取材をする拠点にするホテルに来るまでも高速道路が、封鎖されていて、で、我々各国の一応代表団という扱いなんですけれども、代表団専用にですね、バスが通れる、そういう状況になっていました。また首都マスカットにある各国の大使館もですね、この国旗を半分に下げる、半旗にして、国王の亡くなったことに対する弔意を示している、そういう状況です。で、このオマーンなんですが、実は全方位外交、あらゆる国々と仲良くする外交をすることで知られているんですね。ですからこの湾岸諸国の中でも例外的にイランと友好的な関係を今でも維持している国なんです。ですから今のこのアメリカとイランが対立しているこの状況において、どちらともアメリカとも話ができるし、イランとも話ができる稀有な存在として、日本とオマーンというのは似たような立ち位置なんですね。ですからこのオマーンと連携して、日本が連携してこの中東情勢の安定化に努める、こういう話をですね、今日安倍総理は国王に代わる国王代理、アスアド国王特別代理との会談で、日本とオマーンが連携して中東情勢の安定化に努めていきましょうということを確認しました。で、このオマーンなんですけども、実は海賊事態対処でですね、自衛隊の艦船が寄港する、そして、いろいろ水とか燃料を補給する国なんですね。まあ、それぐらい日本として信頼する国なんですが、今度中東に派遣する自衛艦やの自衛艦のですね、補給基地としてもこのオマーン、頼っていこうというふうに考えている国なんです。そういう意味でも日本の安全保障上大変重要な国なのがこのオマーンということなんですね。で、このオマーンに先立ってですね、アラブ首長国連邦、実はオマーン、アラブ首長国連邦からこのオマーンに来ました、政府専用機に乗って、時間はもう1時間もかかりませんでしたね。ですからほぼ水平飛行がなかったので、まあ、トイレもほとんど行けない、それぐらいまあ近い距離だということなんですね。で、この前の国のアラブ首長国連邦ですね、このアラブ首長国連邦ってそもそも首長国の連邦なんですけれども、7つの首長、首長ですね、7つの王様の国が連合する国ということなんです。で、よくアブダビとかドバイっていうね、都市の名前を聞くと思うんですけれども、これ自体がこの首長国のを構成する首長国連邦を構成する一つの国々なんですね。アブダビ首長国、ドバイ首長国という、こういう首長国が7つあってアラブ首長国連邦を構成しているんです。それで、最もですね、このアラブ首長国連邦でお金を稼ぐのがアブダビなんです。やっぱり石油ですね、石油で稼ぐアブダビが、まあ、国家の収入の8割ぐらいを稼いでいると言います。観光やですね、またその自由貿易、あとはビジネスで稼ぐのがドバイ、ここが、国家予算の1割ぐらいを稼いでいるということですね。ですから、もうアブダビの存在感というのは UAE の中では大変大きいですので、UAE の、 その代表、大統領というのはこのアブダビ首長国から出る。で、副大統領にあたる人たちが、ドバイ首長国から出る、こういう形になっているんです。ですから今回安倍総理はですね、アブダビの皇太子、この方もサウジアラビアの皇太子と同じムハンマドというんですが、ムハンマド・アブダビ皇太子と会談をして、それが事実上の UAE とアラブ首長国連邦との首脳会談になりました。で、
この皇太子はですね、ムハンマド皇太子、サウジと同じ名前ですが、年は倍ぐらい、60ぐらいいってますね。サウジアラビアのムハンマド皇太子は30、まだ5歳ぐらいですから、倍ぐらいなんですけども、2人のムハンマドということで、この中東地域のリーダーとして存在感を示しつつあります。で、安倍総理はこのアブダビの、ムハンマド皇太子と会談をしまして、自衛隊の中東派遣について説明をしました。で、そうしましたら、このアブダビのムハンマド皇太子からこういう回答が返ってきたんです。沿岸国、この海に接する国としてですね、この自衛隊派遣に対して協力は惜しみませんということを言ったわけです。ですから、先ほど言ったようなオマーンでやってもらっているようなこの燃料とか、あとは水の補給、そういうことも含めた支援をこのアラブ首長国連邦としてしますよということを示唆してくれたんですね。で、これはどうもあらかじめの首脳会談のですね、筋書きにはなかったようで、安倍総理は極めてこういうことを言うのも異例だと思うんですが、この今の皇太子の発言を公にしていいですかというふうに皇太子に尋ねたんですね。そしたら皇太子は、いいよ、全然了解するというふうに言ったということで、我々にも明らかになっています。こういうことってなかなかないんですけれども、やっぱりそのアラブ首長国連邦が大変日本を信頼しているということで、また期待しているということで、事前の筋書き以上の話が出てきたんだというふうに思います。で、また石油のことに関してもですね、今回議論がありまして、日本とこのアラブ首長国連邦は石油の共同備蓄事業、原油のですね、共同備蓄、一緒に貯めるっていうですね、事業をやってるんですね。で、日本の鹿児島にある基地でやってるんですけれども、そこでの備蓄事業、共同備蓄事業を3年間延長する。それとともに、今まで100万キロリットル備蓄するという形だったんですが、これを130万キロリットルに増やす。さらにこの石油の関係を深めるということを今回合意しました。で、この UAE のですね、アブダビのムハンマド皇太子は、日本のこの日本への石油の安定供給について、これからも最大限配慮する、こういうことも言ってくれているんですね。ですから、この中東外交、もちろん今中東情勢っていうのは大変複雑なんですけれども、その安定化だけじゃなくて、この石油の話も裏にある。ここも結構今回の外遊の大事なところだというふうに思います。で、アブダビなんですけれど、私も、アブダビで一泊しました。雰囲気としてはね、サウジアラビアよりも開放的な感じですね。もともと観光も受け入れてますし、一番びっくりしたのはサウジアラビアは、お酒がホテルでも全然ないんですけれども、このアブダビのホテルでは、お酒もちゃんとありました。で、お酒を飲むこともできました。私は飲みませんでしたけども、アルコールを販売しているんだっていうところが驚きました。で、また、自由な国だな、そしてまたお金が結構あるんだなと思いましたけども、アブダビ投資庁っていうのを皆さんも聞いたことあるかなと思うんです。世界で有数の政府系ファンド、国のお金を投資に積極的に使うっていうですね、割と先駆け的存在なんですけれども、ここを作ったものアブダビ、 UAE の中のアブダビなんですね。で、それぐらいお金巡りのいいところですから、ホテルの部屋にですね、金箔入りのミネラルウォーターが置いてありまして、それが7000円なんです。とてもちょっと日本人の感覚では買う気になれないですけども、そういうのが作られ、またそういうのを売るっていうところがですね、アラブ首長国連邦、そしてアブダビのなんか豊かさとか自由さっていうものを感じました。で、もう1カ国戻ります。サウジアラビアについては前回のこの動画でも報告しましたが、ちょっとですね、言葉足らずというか、足りなかったところがあります。説明を、し忘れたところがありました。先ほども言ったムハンマド皇太子、こちらは若い35歳の皇太子ですけども、ムハンマド皇太子はですね、2030年のに向けた成長をしていこうということで大きく国家の舵を取っているわけですけども、今実はそのイスラムの世界っていうのは、この女性の 役割がですね、結構低いところ、小さいところだったんですが、サウジアラビアにおいてですね、女性の役割向上の動きが出てきています。実は2018年にそれまで禁止されていた女性の運転免許、これを獲得できるようになったんです。で、また国家の政治においても女性閣僚が誕生するようになったということです。これは多分ですね、これからその、
皇太子が考えていることは、石油だけに依存していたらこの先先細ってしまうということで、いろんな産業を起こしていかないといけないと考えている。でそこにあたっては多分女性のですね、日本でも女性活躍って言いますけども、女性の役割を大きくしてその成長につなげていこうと、そういうことが多分背景にあるんだと思います。ですから私も泊まったホテルのフロントは女性の方がテキパキと活躍されていましたし、あ、女性っていうのがどんどん今前に出ようとしているんだなということを、まあ、数日の滞在でしたけども感じました。でまたもともとサウジアラビアはですね、個人の観光旅行を受け入れてなかったんです。ですから基本的にビジネスで用事がないとサウジアラビアっていうのは入国できなかったんですが、去年の9月から個人での観光ビザ詐称の獲得が可能になりましたから、個人旅行でサウジアラビアを訪れることも可能になったんです。これも観光業に力を入れていこうというですね、皇太子の意思の表れだと思います。ですから我々もリヤド、首都のリヤドだけじゃなくって1000キロ離れたですね、ウラーという世界遺産がある都市に皇太子がどうしても安倍総理に来てほしいということで、記者団も含めて行ったわけですね。そこも、皇太子肝煎りで作ったホテル、まだ開業前だったようなんですけども、そこで我々泊まってですね、皇太子の強い意向で、そういう取材をしたと。その際に、まあ、あの食事が提供されたということで前回お話ししました。でその国際会議ではね、議長国が結構食事を用意してくれることはあるんですけれども、二国間関係のこういう会談で相手国が食事まで用意してくれるってことはなかなかないんですね。で、じゃあ普段外遊に行った時、記者たちは食事はどうしてるんだというご質問がありましたが、もちろん自己負担でやっております。我々拠点にするホテルを作るんですけども、そこに大体まあケータリングを頼んでですね、もう本当にホテルから一歩も出れないで仕事してる人もいるので、ホテルから出なくても食事ができるように、各社でお金を出し合って食事をとっているというような形になっています。でまた、いつかの動画でも申し上げましたが、政府専用機もですね、これもちろん各社がきちんとお金を払って、しかも多分ですね、普通のエコノミークラスより高いビジネスクラス並みかもしれませんね、の料金を払って乗っています。税金で乗っているというふうになんか言われているところもあるんですが、それは一切ございません。きちんと各社が自分の責任で、移動のバスも含めてですね、お金を出して、取材をしているということです。で今回の外遊、まあ、まとめますと、やっぱり安倍総理に近い関係者からも話を聞きましたが、安倍総理がやっぱりその対話が重要だと、外交努力って言い方しますけども、それは要は軍事武力じゃなくって対話で話をしようっていうのが外交努力ですね。これを各国に呼びかけたことが重要であると。でしかも今アメリカもイランもですね、もう軍事衝突はやめようとお互いに今思っている、このタイミングで安倍総理が各国の首脳に対話をしましょうよと。でそのサウジアラビアも UAE もイランと国交断絶してるけども、そこも含めてきちんと対話をしていきましょうと、そういう機運を後押しする役割を果たしたんじゃないかというふうに話していました。まあもちろんこの中東情勢っていうのは国同士だけじゃなくてですね、国の中に代理勢力、イランの代理勢力というような人たちがいてですね、フーシ派とかヒズボラとかいろいろいまして、国レベルで合意したからといって何か事態が収まるってことはありません。そういう代理勢力の存在が事態を複雑にしていて、内戦が起こったりですね、国と国の間が複雑になっていたりするんですが、ただまずそういう複雑なものをだんだん単純化していく、複雑なところを一個一個押さえていくためには、イランとサウジアラビアが話し合ったり、イランと UAE が話し合ったりと、そういうことが必要なんじゃないかというふうに思います。また先ほども申し上げたように、その外交の裏にですね、日本としてはやっぱり石油を安定供給してもらえないと日本経済が打撃を受ける、これは本当死活的な問題です。ですからそれに向けた交渉もですね、今回かなり深くやっていた。サウジアラビアのムハンマド皇太子も日本への原油の安定供給に深いコミットメントを示したということですから、ここも見逃してはいけないところだというふうに思います。それでは今回の外遊動向報告は以上になります。どうもありがとうございました。
最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。